はいどうも皆さんこんにちは、モッティです。さあ妖怪ウォッチの実況プレイやっていきたいと思います。もう今のね自分もこんな感じですよ今日は。おや、モッティ君今日は随分と早起きですね。あ、そうですか、いつも通りです。カンチと約束してる。カンチってあれだよね、あのスネ夫だよねあんまりね、人の名前まだ覚えきってない。漢字と約束があるということは家に遊びに行くんですね。うん、新作のゲーム遊ばせてもらう。あ、いいな、子供の頃よくやった、そんな感じ。楽しいですね、漢字の家。一体どんなお家なんでしょうか。うん、ゲーム機とか望遠鏡とか行ってみればわかるよ。金持ちだな。そよ風ヒルズにある。あ、絶対金持ち。こういうね、いいみんな、あのね、小学生のみんな、周りの子供たちにすごい金持ちの子供がいたら、大人まで仲良くしておくんだよ。絶対大事だからそれね。あ、いろいろ後でね、いいこといっぱいしてくれるからきっとね。カンチの妖怪探し。カンチの家に行きましょう。じゃあちょっと待って、その前にとりあえず、まあ前回ね、あのボス倒したところなんで、まあパーティーはあの結構しっかりとしたパーティーになってるはずなんで、まあとりあえず行きますか。妖怪ヒルズ、妖怪ヒルズ、何でも妖怪つけりゃいいってもんじゃないの。なんだ、左上か、左上にあるヒルズに行くと、うん、オッケー。じゃあ、まあ、とりあえず、ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。今、はみ出してないと思ってたんですけど、はみ出してましたね。失礼いたしました。あ、これ横ってね、あれないんですね。信号機。なんかやばい。寝てる。完全に頭が寝てますね。さあ、そして、そよ風ヒルズに行くので、まあ、とりあえずここをね、渡っていきましょうと。てか、右側来たのってもしかして初めてかな？なんかあんまり、あ？なんか来た？なんか今ピコーンってなった気がするけど、まあ、気のせいだと思う。したら上に行く。なんかこの辺初めて歩いてる気がするんですけど、こっちの方。あ、確かにでもなんかさ、豪勢だよね。なんかすごい、こう豪華じゃない？家めっちゃだってさ、すげえ金も、ジョーやべえ。これ、うん千万円ぐらいするぞ、この車。うん千万円ぐらいするぞ、これ。庶民には手出せないぞ、こんな品。やべえな、こんにちは。いや、君は車が好きかい？今、特注のワックスで磨いてたんだ。ピッカピカな車、かっこいいだろ？やばいなぁ。ちょっと俺にはどうしても手が出せないような、そういうレベルの、ねえ、いや、来ちゃいけないよね。いや、こういうところ歩いちゃいけないと思う、俺なんかが。俺みたいな一庶民が、一愚民がね。そんなことどうでもよくて。待って、ヒルズ。ヒルズ行きたいんだけど、こっちで合ってるかな？お。あ？ここだよね。そよ風ヒルズ、恵比寿台。え？これもしかして、ウォッチロック？マジで？ B ランクに上げないといけない？段山坂にある、時計の調子塔に行ってみましょう。うっそ、めんどくせえ。マジか。先言ってくれよ。そしたら調子塔から回ってったのにね。ちょっと待って、こっち気になったんだけど、何これ？ロータリー？あ、なんか最近話題のあれでしょ。あれでしょ。なんか、何？信号機がなくて、交差点がこうぐるぐる回るやつ。ヨーロッパとかにいっぱいあるんだけど、なんつんだっけな、あれ。なんつんだっけ、なんかあるんですよね。最近のこう、商店街じゃなくて、交差点はああいう風に作ると、なんか事故率も減るし、なんかそういうね、あの、いい感じにこう交通が回ってきますよ、みたいな、そういうやつでしょ。ああ！よし。完全によそ見してた。完全によそ見してました。じゃあ行きますか、もうね、今日移動会ですね。でも移動会でもひたすらね、あの、先進んでいくためにやっていかなきゃいけないんですけど、その前に、ただなんか、旗があるね。旗があるんで、ちょっと旗、話しかけてみましょう。こんにちは。まあ、どうしたもんかね。なんだか浮かない顔してますね。おばさんの口聞いてくれるかい？ねえ、店主が帰りに、遅くなったらさ、ラーメン食べに行ったはずなんだけど、ラーメン食べるだけで3時間も帰ってこない。3時間も帰ってな、帰ってラーメン食べたら麺が伸び放題よ。そこかよ。まあ、どうせその辺ほっぽり歩いてんだけどさ、どっか様子を見に来てくれるか、親切な人いないもんかね。なんて、そんな人いるわけないよね。この目の前に。いるわけ。この目の前に、いるわけ。なんとかしねえよ。女ね、お人がしじゃないよ、バカ。本当に。親切じゃないです、僕は。そんな甘くない。甘くない。はい、はい、はい。聞きます。聞きますよ、しゃあないですよ。はい、何ですか。で、要はその、おっちゃんを探してくればいいと。ラーメン屋といえば、お使い横丁の北風ラーメンですよね。行ってみましょう。あれですよね。餃子とかいっぱい売ってた場所ですよね。うん。あそこに行けば多分会えるんで、まあまあまあ、そこを寄った時にしっかり会いましょう。きっとね、目印がついてると思うんですけど。で、上だ。もうちょっと全力で。あ、てかそうだ、自転車そうだ。今更。
もう家までだいぶ遠くまで来ちゃった。今更かよな。ちょっと自転車思い出したわ。ちょっと久々でしたね。あ、で、ちょっと待って、こっちにも旗がいっぱい立ってる。なんか急にフラグいっぱい立ってますね。こんにちは。どうしても元気ないけど。うん。最近僕おばあちゃんが困ってる。おばあちゃんが困ってる？毎日お昼も夜もいたずら電話とか携帯とかかかってくるんだけどさ。うん、妖怪の仕事がなさそうですね。ちょ、警察に行った方がいいんじゃない？家にいても落ち着かないからさ、出かけちゃったことが多くて、遊びに行っても家にいないんだよね。なんとかしてあげたいけど僕にはどうにもできなくてね。なんかいい方法ない？わかんない。全然どういうこと？どういうこと？うん。まあやってみるよ。とりあえず君のおばあちゃんの家ってどこかな？小日向駅近くの自転車屋さんの近く。小日向駅の自転車屋さんの近くありましたっけ？自転車屋さんなんてあんま覚えてないんですけど、とりあえずバンバンフラグ立ててね、まとめていつかこう回収する回を作ったらいいんじゃないかなっていう感じで、まあ今最近は進めてる次第なんですけど、大丈夫ですかね。まあいいですか。大丈夫ですかね。はい、まあやっていきましょうか。ほんでこっち駅渡りたいから渡ります。でまたフラグがあるんで立てます。あ、この辺だよね。味噌に醤油豚骨、うん、どうしようかな。実は雑誌でうまい老舗ラーメンっていう特集記事を任されてるんだけど、どの味のラーメンについて特集するか迷ってる。豚骨じゃね。俺豚骨一番好きですよ。時間があるならまあちょっと手伝いましょう。ありがとう、助かるわ。早速なんだけど、この辺の人たちにラーメンの好みを聞いてきてくれないか。そうだな、5、6人に聞いてこい。5、6人に話しかけてこい。まあまあまあ、それだったら結構サクッと終わりそうなんで、ちょっと聞きますか。うん、はい。ここで旗が立ってる人に話しかけたらいいのか。醤油か塩か、やっぱり豚骨。はい、豚骨1票。はい、豚骨1票。豚骨2票。はい、豚骨1票。味噌1票。はい、味噌1票。味噌1票。いや、豚骨だろ、絶対豚骨勝つでしょ。はい、はい。はい、味噌2票。味噌2票。2対2。2対2票。2対2票。で、こっちかな。こっちと、あと左下？右下？うん、こっちは塩、塩1票。塩1票。塩1票。てか、疲れる。マジで。めんどくさい。早く自転車乗りたい。自転車乗りたい。この人じゃない？この辺じゃない？あーと、何？嘘のようですね。困ります。ここおばあちゃんちなの？あ、ここ、急にブイスバ喋り始めたからびっくりしたわ。あ、ね、なるほどね。しよう。はい。2対2対2ですね。6人ほど聞きましたが、みんな好みがバラバラですね。ひとまず記者さんに報告しましょう。了解。ついでに、帰りがけに、駄菓子屋のところの楽屋に話しかけてみたいと。よし。結構バラバラだね。でも、生地にするラーメンの味は、一つに絞っておいたし、余計迷っちゃうな。初めて任された大きな記事だし、締め切りも近いし、勝負どころなのに、もう、私ってたば、一番勝負ができないかしら。なるほど、勝負の分かれ目迷ってるんですね。妖怪の勝負師。勝負師、お使い横丁の安穏団地の空き部屋だった、その辺とかにいますよと。はぁ、めんどくせえな、マジで。もう自分でやれよって話ですよね。はい、ということで、調子どうでーす。もうここまで8分もかかっちゃったね。お、そろそろ来てくれる頃だと思ってたよ。また妖怪ウォッチを強化してくれるんだろうな。連絡してよ、じゃあ。妖怪ウォッチ。ね、試験受けてもらう。そうか、また試験か。あれな、街中探すやつだよね。これちょっとしっかりメモっとかないとね。どうしよう、なんか、でもメモ帳がないんだよ。周りに。よし。はい。まずは、桜中央シティ工事現場。はい、これは覚えてる。工事現場のネクラマテング。ネクラマテング。工事現場のネクラマテング。お使い横丁フラワーロードの、細道にいる部格好。部格好。大森山ハイトンネル。俺、ここ行ったことないかもしれない。藤の山。そいつら全部倒したら、OK ですね。はい。強敵揃い。レッツチャレンジ。B ランクへの挑戦やっていきましょう。したら、一番近いのがどこ？モールが近い？でも、あれですよね。あ、てか自転車？あ、てかごめん、バカだった、俺。フラワーロードが多分一番近いと思うんで、フラワーロードに来てみた次第なんだが、はい。あ、ハテナ、ハテナだよ。ハテナだよ。めっちゃハテナの容器感じてるよ。何これ？あ、なんかいる。わ、あ、ロボットだ。わ、なんか手開いた。お、なんか手閉じた。何メラメライオン。あ、やべえ、これ絶対強キャラ。絶対強キャラ。間違いない。ドゥディアシャキーン。あやかし戦士、ヨンダーマン、タイマさん上、メラメライオンだろ、お前。あ、ヨンダーマンっていうのに化けてたってことか。もしかして見えちゃってる？あ、恥ずかしい。みんなには内緒だぞ。真面目に生きる。もう、なんか哲学的な本もらいましたね。こいつ仲間にならないの？あ、なんだ。なんか、それ、ショックなんだけど。で、なんだっけ？あ、なんかおばちゃんがいる。おばちゃんもまたこれフラグ立てんの？
子供が家に引きこもっちゃってね、全く外に出ようとしないのよ。いわゆる引きこもりってやつですな。いわゆる引きこもりってやつですな。わけを聞いても答えてくれないし、ちょっと困っているよね。よかったらあの子から理由を聞いてくれないかしら。家入っていいの勝手に。安穏団地知ってるわよね。シートの304、あの絶対忘れる。あ、もう絶対忘れるわ、シートの304とか。はい、じゃあまあね、あのいずれ。ちょっと待って、で、ちょっともう一回確認しよう。フラワーロードのクエストだっけよね。フラワーロードの、フラワーロードの B ランクでしょ。 B ランクの、どこだっけ、商店街の細道ですね。商店街の細道にいる不格好っていうのを倒せばいいんだけど、なんか店に入ってしまう。なんか早速店、ああ、外か、外なのか今の。え、細道がど、これか、ここっぽい、ここ、細道っぽいね、ぽいね、ぽいね、細道ですね。したら、どっかに、ウェーイ、めんどくせえ上だった、しかも。まあ、早速戦っていきますか、おい。えやい、自慢やんで、撃つ、オッケー。はい。なんかあれだね、あ、あいつじゃない、アホードリだっけ、なんだっけ。なんか、いましたよね。あいつと、単なる色違いですよ。色違いじゃないの？なんか微妙に細かいところが違うのかな。あ、っていうか、そういえば影丸の初戦闘、これもしかして今更気づいたけど、影丸の初戦闘じゃないですよこれ。いえ、陰謀影走りじゃーん。ああ、パワーアップなのね。あ、パワーアップなのね。待って、パワーアップだったら、あ、強い。え、今300何個とか来なかった今。え、今300何個とか出なかった。え、めっちゃ強くない？え、やば。え、こ、え、すげえ。ちょ待って、強キャラをゲットしてしまっていた。全く気づかなかったけど、マジか。痛いけど、いたんだけど、左上のやつに話しかけられるかどうかってこと？要はルーンの守り。はい、ここ。いやー、ダメか。捕まったっぽいな。よし。したら、ちょ待って、とりあえず使っちゃったから、ちょっともう一回影丸の技見たいですね。なんか、すごい強かった。あ、てか右下のなんかさ、何？あ、お尻みたいな。お尻みたいな。お尻なんだろう。ケツなんだろう、ケツ。で、こうして、ちょっとあれですね、コマさんみたいな。コマさんも、なんか聞くところによると、結構強キャラらしいんで、これ見た目によらず。もう育てておいた方がいいですね。人玉ランビュー。ボ。かわいいからね。見た目に役割も持てて、かつ、技も強い。なかなかやるじゃないですか。結構そういうね、キャラクターってね、世の中にいないですからね。てか、金溜まりすぎじゃね？大丈夫。はい。不格好。あ、なんだい君は。君たちは、さては不格好な自分を捕まえて笑い物にするんだな。どんだけネガティブだよ。君たちもダサくて格好悪い奴にしてやる。やめてー、やめてー。やだ。同じにされたくない。こんな奴と同じにされたくない。やめてくれ。俺は格好いいままでいさせてほしいんですよ。っていう風に自分で言うのはなんかちょっと、こっぱずかしいんだけど。え、でもなんかさ、あれじゃないか。今、戦ってた奴より全然弱くない？気のせい。もう弱くない？普通になんか倒せそうじゃない？ほら。終わった。え、弱。え、雑魚的より弱いんだけど。よかったの、そんなんで。OK。はい。よーし。一匹目ゲット。これで OK？ 終わり？まあ、D ランクキャラはいいでしょうね。よし。そしたら、部格好1個倒したんで、次のところに行ってみましょうよと。んで、次が、桜ニュータウンですよね。桜ニュータウンの工事現場だよね。そこはしっかり覚えてんだけど、大森山のハイトンネルっていうのがどこにあるかわかんないんだよね。どこなんだろう。ちょっととりあえず桜ニュータウン行きますか。桜ニュータウンに行きたいんだけど、あれ？鍵が、あ、鍵開くのね。開くんだ。あ、ラッキー。開いてくれるんだ。なんか開かねえもんだと思ったら、そんなことはなかった。優しいですね。親切設計だね。したら、桜中央タウンに、ちょっと待って、もう一回行きましょうか。あれ？桜中央タウン？桜ニュータウン？どっち？こっちだよね。はい。こっち行って、桜中央シティですよね。桜中央シティの工事現場って、おそらく、前回キュービと戦った、キュービとは戦ってないね。キュービじゃなくて、あいつのなんかよくわかんないやつと戦った、ここだ。電気グループと戦ったやつだね。はい、こんにちは。はあはあ。ダメだ、持ち上がらない。こらしいり。なんでそこまでうろうろしてきたのか。さっさと荷物運んじまえ。はい、すいません。
格好悪いとこ見せちまったら、僕は力仕事が苦手でいつも現場監督が怒られてしまうんだ。確かに頼りないですね。これじゃあクビになっちまうよ。どうか力持ち、力持ちになれないかな。どうしたらいいんだろう。スタミナがつきそうな食べ物を持ってきてあげたらどうですか。スタミナ不足には大量のレバニラを食べることにしてます。まああれですよね、豚肉は結構ね、あのパワーになりますからね。レバニラならスタミナつくかもね。レバニラ確かにいつもは食べてないな。で力出せるならぜひ。 OK、 じゃあレバニラマニアから言わせると、レバニラは太陽圏。聞いたことないぞ、レバニラマニアって。しかも超言いづらいじゃん、レバニラマニア、レバニラマニア、レバニラマニア、言いづれ、言いづれ、レバニラマニア。言えてないし。え、レバニア持ってませんでしたっけ、僕。なんかね、前は一回大量に買った時に、なんか餃子とかと一緒に買ったような気がしなくもないけど、持ってないっぽいね。っぽいね。見た目でそういうのないから、まあ、近くなんで後で買ってきましょう。で、あれ？ここじゃないの？工事現場って。桜ニュータウンの。ん？じゃないの？こっち？こっち？こっちの方？ん？ここじゃないか？あれ？桜中央シティって言ってたよね。桜中央シティの、工事現場の、ネクラテング。どっかにじゃあいるのか、この辺に。なんかこうやってこう隙間とかに入ってくるみたいな。じゃない？え、じゃないのかな？こっち？こっち側ぐるっと回ってきたら、あ、でもなんか容器は感じる。気配は感じる。でもこれはあれでしょ？多分普通のザコでしょ？ザコだよね？ザコだよね？ここじゃないのかな？工事現場って。桜中央シティ。え、じゃなかったら、あ、こっち、はい、入れない、入れないよね。どこだろう。桜中央シティ、他に工事現場があるのかな、あるのかな。桜ニュータウンだったっけ、どっちだったっけ。え、じゃあさっきのところで合ってんじゃないのかな。合ってないのか、さっきのところで。ちょ、待って、こっち、こっち大森山ですよね。大森山はまあなんとなく分かってたんだけど、だとしても、ちょっと登れない。階段を自転車で登ることはできないのか。の、もう、一回一回登って降りて、登って降りて。どっちだ？こっち木だから、こっちだろ。あー、自転車で焦がせてくれ、マジで。めんどくせえ、マジで。階段ぐらい、もうゲームなんだから。ゲームなんだから、うまくやれよって話だよ。んで？こっち行って？こっち回って、どこだ？裏山の？あ、トンネルあった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 。あ、やっと見つけた。やっと見つけた。んで、こっち来て、ここの、ここ乗ればいいのかな？ここ登ってって、登っていって、あ、めっちゃ宝箱ある。お、なんかあっち側にもあるよね。ショーケーキ、地玉オッケー。んで、こっちにもなんかある。はい。お、こけし。なんなんだろうね、こけしってね。あ、てか左上にもあったね。左上にもありましたね。吊り橋があって、こんにちは。やっぱ見つからないな。おや、若き乙女、こんな場所で何をしてるんですか？なあ、私が何をしてるかって、実は土の子を探してるんだけど、いません。土の子なんていません。私ね、大学の UMA サークルなんだけど、ウーマね、ウーマね。雪男みたいな正体埋めない生き物ね。でもね、この辺り土の子を見たっていう噂。お前、噂で時間を無駄にするなよ。ちゃんと確定条件が出てから行けよ。3つくらい土の子の証拠を見つけたら教えてね。それから土の子が目撃されたのは水の近くらしいから参考にしてね。見つけたらここに集合よ。私も探しに行くからまた後でね。あ、なになになに、あ、お、あああああああ、そう、彼女が消えたってことね。マジイベント発生したのかと思った。めんどくさいなって思ったらそんなことはなかったですね。よし、とりあえず、あ、渡れない？え、嘘こ。え、向こう側渡れないとかあるの？え、どういうこと？え、したらこっち？こっち行って、ここから降りて、豪快だな。階段登れねえのにあそこから降りれるのか。豪快すぎんだろ、こいつ。で、こっち行って、こっちからは入れるの？こっちから入れなかったらちょっとどうしたらいいかわかんないんですけど。こっちからは、入れるっぽい。なるほど。よし、着いた。大森山のハイトンネル。お？ああ、で、キュッピーがいる。キュッピーがいるんで、まあ、とりあえずキュッピーで回復をして、なんか怖えな。なんかいそうだな。うわー、すげえ、なんだこれ。あ、やばい、イベント起こった。なんだこれ。お、トロッコがある。はい。
ムブブ、これは壊れたトロッコですな。持っていく、このトロッコを直して先に進めば、お宝がザクザクのパターンですよ。これ何が元ネタになってるんですかね。そんなゲームじゃないんだから。待って待って、不充電具。やっぱそうですよね。そんな非現実なことはありませんよね。もうこうなのね、ツッコミが追いつかねえってやつですよ。ね、どこに突っ込んだらいいのかわかんない。なんか突っ込んだら負けな気がする逆に。妖怪も十分非現実的だけどね。あー、で終わり？え、でも、なんかあるんでしょ？何か道具があれば直せるかもしれない。え？非常時レバーと書かれてる。トロッコが元の位置に移動するようだ。ほう。お？あ、でも壊れてるんだ。へー。え、これもしかして、ラス段へのこう、なんか、最終段階みたいな、そんな感じ。あ、もういいよな。あ、乗れた！あ！あ！あ、これは乗れんの？あ。え？どういうこと？ん？で、こっち行って。あー、宝箱ある。開けていく。あ、ここにやった！ガチャ引ける。よしよしよし。いつになったらガチャ引くんだってね。あ、分岐レバーと書かれているトロッコの線路を切り替わるようだ。あー、なるほど。そういうパーターンか。そういう、こうなんか、あれね。ジムリーダーなパーターンね。あ、ちょっと待って、わかんないわかんないわかんない。すげえ追っかけられてる。すげえ追っかけられてるし。あ、これ戻っていいの？大丈夫なの？これ。戻っていいの？ほんで？あ、こっちで？上行けばいいのか。上なんもない。上まだ行ってない。え、でもなんもないね。これ登れないの？降りれないの？降りれない。登れない。この辺も降りれない。え、ってことは、したらめっちゃついてくるな。ん？ここ？分岐レバー？こっちになんかまたある？ないよね。何をしたらいいの？こう乗ったらまた今度分岐するみたいな。しないよね。てか、分岐ポイントないよね。え？どこ？どこ？ここ？こっち？ループしてない？ループしてない？これ。待って。どこ行ったらいいの？これ。完全に迷ってるくない？